皆さん、おはようございます。倫理タイムがやってまいりました。本日のパーソナリティは、中部倫理法人会の幹事金城由美と。はい、新垣さん。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。二人でやらせていただきます。よろしくお願いいたします。本日は。ゲストとして。株式会社 S. T. N. 建築工房一級建築士事務所代表取締役。 小浩高様のゲストでお招きゃいたしております。おじ様自己紹介のほどよろしくお願いいたします。あその前に、おじ様のプロフィールをご紹介いたします、えー。最終学歴がなんとテキサス大学オースティン校建築学部修士課程修了。職歴がアメリカの建築家シーザー・ペリーに10時。 武蔵野大学中央工学校、すごいですね、所属団体が、社団法人東京建築士会、社団法人沖縄建築士会、社団法人インテリア産業協会、そしてなんと皆様、沖縄市登録通訳ボランティアもなさっております。では、小津社長、自己紹介のほど、よろしくお願いいたします、はいえー、と建築の設計に従事しております、小辻といいます。 えーとずっと東京であの設計活動やってたんですけれども、はい、まあ4年前、縁が沖縄の方に来まして、えー、ずっと沖縄の方であで設計の活動を行っております、そしてあの沖縄市の通訳ボランティアですね、あのもう4年間やっておりまして、あはい、あの特にあの沖縄マラソンの時ですね、あの毎年あの、ボランティアとして参加させていただいております。 すすごいい素晴らしいですね、ちゃん。ちゃんあの時々ねあのいろんな場所でいろんな語りをさせていただくんですけど、うん、特に社長の方で沖縄市のゲート通りパークアベニューをどうにかしていかんといけないというお話をよく聞かせていただくんですけどその辺で沖縄市のゲート通りパークアベニューについてのご意見とかをお聞かせいただけますでしょうか。はい えーと初めてですね沖縄に来た時、あのーまあ、非常にこ,うこの沖縄市この小田の,あの町の周辺を見た時ですね、まあ、非常にこう個性的であの素晴らしい今まであの見たことのないあの町並みだったんですねですごい感銘を受けました、あのー、この沖縄とですねこのアメリカの文化の混在した、あのー、ほとんど あの日本にはあのー、あの存在しないようなあのすごいたんですねただあの皆さんの話を聞くと非常にこう人も来なくなってあのこれからどうして行ったらいいのかなというあの、まあ、相談っていうんですかねいろんなそういう話を聞きますのでまあどういうふうにしたらさらに魅力的な街になるのかなっていうのは常に考えております。 でこう非常にこうあの空に開けたですねあのこの街並みあの非常に明るい街並みこれはですね非常にこう維持していきながらあの魅力的な街をこう作っていきたいなというふうには考えております。沖縄市の文化沖縄市の文化を残しつつ。 古いものをいかに残して、新しいものを取り入れるかがポイントだと思うんですけど、その辺でいかがでしょうか。そうですね、1、まあ、つこの思うんですけれども、まあ、沖縄もだいぶこう大型の開発がすあちこちで進んでおりまして、まあ、だなんか個性がです、ね、沖縄らしさっていうのがだいぶこう薄れてきてるところも多いですし、なんか。 本土の町のようにこうなってきちゃってるところも非常に多いと思うんですね。ただこの小沢っていうのはまだその沖縄らしさ、小沢らしさっていうのはまだ非常にこう維持している非常に珍しい町なので、この町並みは絶対崩すべきではないと思っております。あのこの町並みは維持しながらあの古いものはですねあの絶対もう二度と壊したら取り戻せないので。 あの絶対こう壊しちゃいけない、この街並みは絶対残さなきゃいけないというふうには考えております。ただ、古いイコール、まあ、ちょっと失礼な言い方なんですけど、汚い街じゃ困るんですね。やはり、古いけれども、魅力的な街を作っていかなきゃいけないな、というふうに考えておりまして、まあ、その例として、アメリカのこうニューオリンズという街があるんですけれども、まあ、沖縄市もこう音楽の街、それでミュージックタウンも作って。 まあラ,イブライブミュージックの街ということをあの宣伝文句にこう街をこう盛り上げようとしてるんですけれどもなかなかそれが表にこう見えてこないところがありますね。あのアメリカのニューオーリンズっていうのは1718年にこうフランスの植民地になってからですね、えー、1803年にアメリカに売却されてまあその昔のその フランスの植民地あ,のあとスペインの,あの領地下にもあったもんでそういう昔のフランスとスペインの街並みが残ってるんですけれども,もう非常にこう,もう200年以上経ってる町なんですけどもその古さは非常にこう大事に残しながらきれいな町非常に魅力的な町を作りながらあのライブをこうライブハウスをいっぱい作りながらですね あの綺麗な町をこう作っていると、うん、そういういろんな、ね、あの手本があの世界各国にはありますのでそういうのこう参考にしながらあのこの沖縄市も魅力的な町にこう変わっていけるんではないのかなというふうに考えておりますけれども。うん、そうですね まあ、沖縄市に住んでる私たちの方がなかなか見えない部分がありまして県外から来た方が見える部分も結構あると思うんですよであとはまたこれから今後物も,もそうですけど人間もそうですし古いものを生かしながら新しいものに取りかかっていく、うん、でお年寄りの方々のお話も聞きながら、うん、若い方々がそれを取り入れていく非常に大事な部分だと思うんですけど、うんえー、その辺をまたお伊勢町の方であの沖縄市の方で頑張っていただいてどん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 その辺を取り入れながら沖縄市の 活性化につなげるような設計をやっていただけたら非常に嬉しいと思いますね。で,すねできるだけあの力になれればと思っております。はい、あとはあの沖縄市の登録通訳ボランティアなんですけど、そのボランティアをあのなさるきっかけはどういったきっかけで？うん、やはりこうなかなかこう日本にいると英語を使う機会がなかなか少なくてですね、あの喋る機会もないんですけれども。 まあ、沖縄はこの独特なあの文化を持っていまして、やはりこうアメリカ人も多いと、でこういう通訳する機会も多いということで、うんな、探しておりましたら、沖縄市で,です、ねうん、そういう人をこう探しているということを聞きましたので、あの沖縄市の役所に行きまして、登録をしますあ晴らしいですね、またこれからもどんどん頑張られて、あのいい,い,いあの沖縄市作りに励あの頑張って、えー、力を 返していいいいいたただきたいと思いますねはい、はいえー、では、新垣幹事はい何かございますでしょうかかなんかニューオーリンズって言ったことないんですけど、なんかあの黒人がトランペット吹いてるようななんかイメージしかないんですけど、<laughs> でもなんか沖縄市がそういったあの街中で音楽が聴けるような気軽に、そういう街になってくれたら、あとても素晴らしいなと思いました。そうですねはい 楽しい生き生きとして街に沖縄市がなれるように、うん、また沖縄県の香っては沖縄市だと思うんですよ、うん、沖縄市の,あの、まあ、異業種文化、はそれ沖縄市がだいぶあると思うんですけど、その辺でまた頑張っていただきたいと思いますね。うんえっと、それと、あのーまああの、プライベートをちょっと聞かせていただきたいんですけどそのいかがですか、プライベートはく 頑張っております。<laughs> で、あの、社長の座右の銘っていうのをちょっと聞きたいですね。これだけ素晴らしい活動をなさっていらっしゃいますし、あのその辺をしっかり持っていらっしゃると思うんですけど、いかがでしょうか？うん、まあ、何てんで難しい言葉は特に持ってないんですけれども、まあ、常に自分に嘘をつかないということで頑張っていこうと思ってます。うん、やっぱ仕事でもですね。やはりちょっとでも手を抜くと。 必ずそれが自分にこう返ってくるというところもありますしやはりこう自分に嘘をつくとですね必ずそのしっぺ返しが返ってくるということがありますので、はいはい、もう常に自分には嘘をつかないであの前向きに頑張っていこうというふうに思っております。ね 私も好きな言葉で、あで心の自分と握手できるかという言葉があるんですけど確かに心の中の自分を嘘つけないですかねしっかり握手ができるような生き方を常に心がけているんですけどちょっとまたあのちょっと外れたりするんですけど、まあ、しっかりそうですね頑張っていきたいと思いますあとあの社長の好きな沖縄で一番好きな場所好きな食べ物。そうですね 好きな場所ってやはり今も話したんですけどこの小座って好きなんです,よすごい、うん、あのいろんなとこ行くんですけれども本当にこう沖縄の文化、うん、こうアメリカとずっと歩んできたこの文化っていうのが非常にこう色濃く残ってる、うん、非常に興味深い街なんですね。はいはい ですからここに来るとやはりこうなんていうんですかね沖縄らしいなっていうのが一番感じるところですね。あそうですね沖縄らしい文化ですね。非常にあの大事にしたいところですよねどこにもないあの文化です。そうですねこれは絶対残さないとダメですね。はい。食べ物は沖縄そば好きですね。沖縄そば最初あの食べたことなかったので。 その美,味しさ美味しいですかって聞かれてもその美味しさの何が美味しいのかっていうのがなかなか分かんなかったんですよ。んそのどの味が美味しくてどの味がまずいのかっていうのが<ー>その判断基準が全然分からなくて、うん、何だろうなって最初思ってたんですけど、まあ、食べるにつれだんだん癖になってくる味だなっていうのは感じてまして、はい、ありがとううございますすす結構好きででねそかありがとうございます。 あとは、ヒージャーはいかがですか。ヒージャー、ヤギ。<laughs> ヒージャー。はい。あ、ヒージャー大好きですよ。あ、大好き。あ、ありがとうございます。前回の社長さんもヒージャーは。ちょ、あ、社長さん。<ー>でね、ちょっと厳しいということで、ーメールで、お客様から聞いていらっしゃる方がヒージャーは。厳しければ、まずは刺身から、挑戦した方がいいというアドバイスを向けて。あの、あの、社長様、今、刺身から。 いただいているそうです。です沖縄に住むからには沖縄のヒーザーをやっぱり食べてもらわないとですね。いぜひ頑張っていただきたいと思います。あ、えー、あとはあのおじいちゃんの好きな曲、えー？これはこれ聞いたらちょっとあの自分は心にずしんとくるんだよなとか、あこれはやっぱり人生の自分のあの糧だよなって歌があると思うんですけどいかがですか？えー <laughs> えー、そうですね。 夏川りみさんの、なだそうそ、ん、う。ソーソーあ、いいですね。いいですよね。はい、えー、夏川りみの、なだそうそう、よろしくお願いいたします。 はい、えー、この番組ではメッセージを募集いたしております、えー、メールアドレスは 761‐fmcoza.jp761‐fmcoza.jp ファックスは09893486530989348653 皆様お気軽にコメントくださいね。よろしくお願いいたします。ではえ漢字、歩く漢字、よろしくお願いいたします。はい、えー。じゃあ今日のゲストの大、えー、辻さんにちょっとご質問したいんですが、よろしいでしょうか。はいはい、あの先ほどニューオーリンズのあのアメリカの話がありましたが、何か他にあのいいところとかあればぜひ、私行ったことないんでアメリカだかなか、えー、教えてください。はい。 私はアメリカに最初行ったの,あの24歳の時にアメリカに渡りまして、まあ、あのアリゾナ州立大学にあの留学で行ったんですけれども、まあ、その時からですねその時にあのちょうどアメリカ大陸横断25周しましていろんなこう街をこう見てまいりました、まあ、その以降もあの仕事であのアメリカの事務所に行った時にあの行ったりですねあの大学院にいる時とかですね 車でいろいろこうアメリカを回りまして、まあ、30周以上こう回ってるんですけれどもでまあいろんなこう街をまああとヨーロッパもいろんな街もこう見てきましたそれでただこのコザに非常に近いなっていう町がもう一つありましてそれがあの私大学院に行ってたテキサス。 のオースティンです、ねまあ、なんかニュースで見ると今日すごい大洪水で大雨があってなんか大洪水になって大変なことになってるみたいなんで非常にこう心配なんですけれどもそこがですねあのそこもあの世界の,あのライブミュージックの中心地という,こう今こう言われてるような街でしてあのちょうどシックス・ストリートっていうちょうどこのあの コザのゲート通りみたいなところがありまして、うん、そこにはですね。こうずっとこうライブハウスがもう軒を並べてこう立ってるんですね。うんうん、もうでそこを歩いてるだけで、いろんな店からこう。音楽がこう。流れて音楽を楽しめると。それとでその街を中心にですね。年に一度あのサウスバイスサウスウエストミュージックアンド。South メディアフェスティバルっていうのがこう開催されてましてそれで世界からですねあの名だたるあのミュージシャンが行って自分たちの音楽を流してるとで今年は Perfume が日本から行ったということでそれも話題になってそれぐらいあの非常にこう音楽っていうのは街とも溶け込めますしすごい影響力のあるあのものだと思うんですね。 でこの小座についてもこのせっかくこのライブミュージックの街ということをですね掲げてあのこれから街づくりをしていこうとしていると思われますのでもうなんか外にいてそれを感じられないような街じゃなくてですね、うん、こうで分かりやすい要は分かりやすいだと思うんですね街づくりっていうのは。そこに来て誰もがすぐ分かる っていうのがやはりこう街づくりでで大事なことだとだ思うんですね、うん、でこうニューオーリンズとか今話しましたオースティンのシックスストリートとか、まあ、歩いてるだけでその街ここが音楽の聖地なんだなっていうのがこう分かってくるそれはなぜかっていうとビジュアル的にもそういう演奏してる人が見えますし音楽も自然に聞こえてくるとただ残念ながらここはこの音楽の街とは言われてますけれども、うん、そういうところがなかなか見えてこない ミュージックタウンにしてもそのイベントをねあのあの吹き抜け空間でやってる時はなんとなく分かるんですけれども、うん、普段は全然そういうのがこう出てきてない今のところですねそれが日常的にあのそういうことが感じられるような街になれば自然と人が寄ってくると思うんですよねうん、うん、それで非常に自然とこう活気も出てきますしそうすると観光客も どどんどん来るとそうすると宿泊施設も足りないだろうということで新しいあのホテルもできてくるだろうということでそういう相乗効果っていうのが音楽を中心にあの生まれてくるのかなと思いますしそういうソフトの力ですよね音楽っていうソフトの力でこの街を変えていければ建物を変える必要がないですよね。うん 建物はこのまま残してその中のコンテンツですよねソフトをみんなであの変えていけばこの沖縄市が挙げてるあのライブミュージックの街ということでそれを中心に何かこうイベント音楽イベントをやって日本全国からあのいろんなミュージシャンをあの年に一度やってますけどねなんか音楽フェスティバルみたいにあれをもっとこう いろんなところにアピールできるような街づくりっていうのをあの行政とあの民間でもっと積極的にアピールしていけばもっと魅力的な街になるのかなというふうには考えています。はいああのー、この音楽は昼間もも演奏とかやってますすねごいじゃジャンルも もういろんなあカントリーだけじゃ、テキサスっていうとなんみんなカントリーっていう感じなんですけれども、そうじゃなくてロックとか、うん、カントリーとかいろんな音楽、えー、ジャズもありますね。すごい。ですね、はい、やっぱり小サはなんかロックっていうイメージが強くてね。ねねはい。うん、はい、あの,社長のお医者さの話を聞いてるだけでワクワク、ドキドキする沖縄人になっていくような。 感じがいたしますそれをな,やなっていけるように私たちもまた努力して、はい、あの進んでいきたいと思います、ね、本当に今日はありがとうございましたでは、えー、実行に理屈はなし言い訳をやめてやってみる考え込む前に動いてしまうあっさり動けば意外とできる実行に理屈はなし 言い訳をやめてやってみる。考え込む前に動いてしまう。あっさり動けば意外とできる。はい、素晴らしい言葉です。では、明日の、あ今日ですね、経営者の集いの説明をちょっと漢字の方でお願いできますでしょうか。はい、えー、本日、えー、19時より、えー、経営者の集いが、えー、株式会社中部鋼材の方で、 えー、行われる予定ですで。経営者の方ならどなたでも参加 OK ですのでぜひ参加の方をよろしくお願いします。で講師は、えー、明瞭工業株式会社代表取締役社長、えー、兵庫県倫理法人会副会長の、えー、今竹正樹氏の、えー、講師で、はい、行う予定です。で明日のモーーニングセミナーも、えー 第千四百七回モーニングセミナーの、えー、講師も、えー、今竹さんの、えー、講師として、えー、予定しております。えー、明日は二十六日火曜日、えー、朝六時から七時まで、えー、場所はプラザーハウスショッピングセンター三、えー、階となっております。 はい、えー、今井正貴社長がいらっしゃいます錯覚の人生だそうです皆様人生は錯覚の続きかなと思いますけど錯覚しないようにしっかり地に足をつけて生きていきたいものですね、えー、本日のゲストは、えー、株式会社 STN 建築工房一級建築事務所小槌宏隆様のご出席をいただきました小槌社長今日はどうもありがとうございましたお相手は中部倫理法人会幹事私近所 <laughs> 関ジャニの荒木です。お送りいたしました。はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。それでは皆様、今日も一日元気で明るく爽やかにいってらっしゃい。 講話をちょっとお願いしようかな。